今、丸さん何が足りないと思いますか？チャビの修正ですね、完全に。てか修正別にいらなかったしな、あそこの人間さん。なんか自分の頭の中でやったサッカーを選手にやらせようとしすぎてましたね。ある程度自分の哲学あるけど、結局選手に依拠する部分が多くて、なおかつ修正がこう頭でっかちになっちゃうみたいな。そう。いや、選手が悪いから勝てないっていうより、控えの選手で出てない選手も見て言ってますからね、僕。絶対ハマるところでボール受けて、その上に体の向きも作れてなければ、相手の動きも見てないから、そう。味方が見えたら、振り一歩かったら矢印の先の、相手の守備の矢印が向かってる選手を出してるんですよ。だからみんな、ミンゲサのパス自体でカットされたり、ミンゲサのパスを受けた選手は失うんですよ。で、守備の時間多くなって、コーナー取られてってなるから、ミンゲサしかいなかったら仕方ないねってなるけど、ニコが怪我したとかもちょっと微妙だし、別にあのシステムの守備が機能してなかったわけじゃないから、セットプレーではやられたけど、で、あとニコのところにさ、普通にリキプッチ入れるでもいいし、そう、エリクガシア中盤でもいいと思うしね。まあでもそれはもう、それぞれが思うやり方でいいんですけど。いずれにしろね、ポゼッションが安定しなくなって1対1でもやられて、競り負ける。うん。で、守備の時にはボールウォッチャーになってマーク外すっていう、ただ、なんかこう、頑張ってる感出てるだけって選手をあの状況で出してっていう。普通にガビを1列下げてさ、中盤に入れて、そう。で、ガビの位置にデミル入れるとかでもいいしね。そう。いや、メンツで勝てないって、おさすらがね、相手。いやー、昨日のめちゃくちゃアーセナでいい試合見れたって、だから結構グッとくるね、これだね。そう、ミンゲサじゃなきゃいけなかった理由教えてほしいけど、何も見えないというかね。おそらく守備固めて、3バックプラス攻撃的なウィングバックじゃん。ちゃんと守備の4バックで、大きく言うと6バックに近い感じ。この3プラス両ウィングバックで守ってたのを、この4プラスウィングバックで守るみたいなさ、こういうイメージだったのかなと思うんですよね。でも結果ここの選手が、まあ入ってくる。で、4バックの形がミンゲサ上がんなきゃいけないみたいな。とか、ここでフォーバックだから相手の内側のこういう、この低い位置でプレス受けて、パスコース2つなかったりとか、ミンゲサ自体が、戻しのパスコースだったりとか、逆サイド蹴ったりとか、そういう、まあいろんな、まあ他の判断がある中で、相手の守備がこう向かってきてるところにパス出してっていう感じだから。で、ずっとやる選手だから、この状況で使う選手じゃないんだよね。これでペドリ・ファーティが戻ってきたらね、いいんだけどね。ただそれでもいい選手たちを集めてもさ、監督の采配1個でサッカーって本当変わるじゃん。今の日本代表がそれ証明してるし、何よりポルトガル代表がそうじゃないですか。あの監督ユーロ取ったんすよとか言う人いるかもしれないけど、ユーロの時はむしろポゼッションができないメンツで、守って相手が攻めてきてくれてるとこカウンターっていう、監督の力量が問われない、モチベーティングさえしとけばいいサッカーだったから。そういうことあるから、だからチャビ自体がこういう采配してると、復活までのチャビのバルサ復権を見守ろうみたいな、そういうタイトルにしてるけど、復活ないよって話になるよね。ありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。あと、レオザフットボールですね。まあ、固定コメントになっている、レオザフットボール学園っていうのを、まあ、オンラインサロンやっていまして、ここでね、戦術的な授業とか、いろいろやっていますし、レオザフットボール自体がね、サッカーを教えたりとか一緒に雑談してね、ズームでサッカー見ながらとか、そういう企画もやってたりとかします。あとは、レオザフットボール学園のメディア部が、それで作ったチャンネルが YouTube チャンネルありまして、そう、僕も出てね、喋ってますんで、そっちも見に行ってくれたら嬉しいです。あと僕は監督務めるチームのスポンサードをしてくれるとね、ぜひともいろんな特典がありますし、選手たちの練習場とかはそれによってね、確保できるんでよろしくお願いします。みたいな感じでありがとうございました。またね、みんな。バイバイ。星を眺めるね。